1点だけ申し上げます。予算案、来年度予算案が衆議院の予算委員会で昨日可決されました。今日本会議で可決、参議院送付の見込みであります。これが実現すれば年度内成立が確実になるわけでありまして、政府与党として1日も早い成立を目指すという方向が一歩前進したこととなります。国民生活、そして今のコロナの感染状況、さらにはその後の展望のもとに立って決めた方針の中の重要な予算措置ということになります。ぜひとも関連法案も含めて年度内にすべて成立を図ってまいりたいと思います。これから参議院での論戦が展開をされますので、私の所属する参議院としても大いに議論を深めて国民に幅広いご理解を賜るようにしていきたいと、こう思っております。私からは以上であります。それでは質問のある方、挙手の上お願いいたします。共同通信の笠井です。はい、冒頭にありました予算案の関係でですね、はい、国民民主党がですね、今回当初補佐に異例なんですけれども賛成に回ることになりました。この受け止めとですね、昨日総理や玉木代表とどのようなやり取りをされたかもご紹介できる範囲でお願いいたします。はい、昨日昼前に玉木代表からご連絡をいただきました。予算案に賛成をするということを明言されました。ちょっとびっくりした思いがありますけれども、そうするとこの予算に関連する法案、税法等にも賛成されるのですかと聞きましたら、そうですというお話でありました。でその後はどうしますかということについては決めておりませんと、こういうやり取りでありましたので、政府与党で決めたこの予算案および重要な関連法案について、合意の幅が広がるということについては望ましいことだと思っております。その後総理ともこうした国民民主党の対応を確認し合いながら、今後事項でしっかり連携をしながら国民民主の対応を見ていこうということで、確認したところであります。合わせて自公の連立政権の枠組みには影響を与えないと、この点についてはしっかり保っていこうということも岸田総理との間で確認をさせていただきました。以上であります。どうぞマイクを。北海道新聞の勝又です。ロシアのプーチン大統領がウクライナの東部一部地域を一方的に独立国家として承認する大統領令に署名しました。すでに欧米各国では金融制裁などの検討も始まっているのですが、この受け止めと署名に対する受け止めと、あと政府に求める対応をお願いします。この独立国家として承認するという一方的なロシアの対応というものは、ミンスク合意の趣旨にも基るものではないかと思われます。停戦合意をし、また自治権を持たせるかどうかということが課題になっていたはずでありまして、それを超えて独立国家として一方的に承認をするというのは、この合意の趣旨に反するものではないかと思われます。そうした対応からぶりに欧米も反発をしているというところでありましょうが、今後今日 G7 の会談も行われますし、また今後昨日の発表ではフランスのマクロン大統領の提案によって米ロの首脳会談が持たれると、でアメリカは条件付きでそれを容認したという報道がなされておりました。今後このロシアの対応がどう影響するのか定かではありませんが、この首脳会談、対話の機会というものは維持しながら G7 としてしっかり結束を図って、
その一員である日本も主体的にこの国際社会の結束、 G7 あるいはNATO 諸国の結束をしっかり保ちながら対話による外交的解決を目指すべきであると、このように思います。先の日露の岸田総理とプーチン大統領との電話会談におきましても、岸田総理は外交的解決の重要性を訴えたところでありますので、その基本を踏まえながら G7 の結束の下でしっかり対応していただきたいと思います。どうぞ。朝日新聞の小野です。ガソリン価格 その高騰に対する対策の関連でお聞きします。総理が昨日国会でトリガー条項も含めてあらゆる選択肢を排除せずというふうに答弁されました。一方で石油元売り会社へ の補助金の上限を引き上げて対応すべきではないかという声もありますけれども、公明党としてはどのような対応を求めるか改めてお聞きできればというふうに思います。はい、総理がそうしたご答弁をされたことは承知しておりますけれども、公明党としては、この高騰に対応する考え方、これを近く政府に申し入れをする予定であります。内容については今検討中でありますので、私から申し上げることは控えたいと思いますけれども、この原価の状況、また今後の情勢等も見極めながら緊急の要望を出したいと思っております。どうぞ。 NHK 山田です。よろしくお願いいたします。先ほど の予算、冒頭にあった予算のことについて確認させてください。はい、今回その2番目の速さというところも一つ注目されたところだと思うんですけれども、日程間のこのスピードの速さですね。こうしたことへの評価とですね、合わせてその国民民主党 の予算の一つのきっかけになりますが、どういった今後連携が望ましいかというところも改めて重ねてお伺いできますでしょうか。はい、衆議院の予算審議については集中審議を5回行いました。昨年は3回でありましたから、より丁寧な審議がなされたと思います。その上で史上2番目の早い成立の時期となったということは、やはりその充実した審議と丁寧な政府与党の対応、その結果だと思っておりますので、この年度内成立がはっきりしたこの時間をですね、しっかり今後も国会運営と政策実現に生かすべきだと、このように思います。そうした中で国民民主の予算案賛成ということも幅広い合意形成に寄与したということになりますので、参議院の審議にもそうした対応が期待できるのではないかと思います。その上で今後どうするかということは国民民主がお決めになることで、こちら与党側でお願いしたわけではありませんので、そうした国民民主の今後の対応はよく見極めながら与党としてどうするか、ここは緊密に自公で連携を図りながら対応していきたいと思っております。どうぞ。日本テレビの天野です。国民民主 の賛成 の提案に関して、冒頭ちょっとびっくりされたとおっしゃっておりましたが、どういう点にびっくりされたのか少し詳しく教えていただいてもいいでしょうか。野党のお立場ですから政権合意には加わっておりませんし、また昨年の首班指名でも我々とは対応をことにしたわけでありますので、そうした基本的な政治的な立場からすれば、従来、そうした野党の立場で、政府与党の案に賛成をすると、しかも予算というのはこの基本的な政権運営の方針がすべて盛り込まれたものでありますので、その点では意外な感じがあったということであります。その他いかがでしょうか。よろしいですか。
まあ、今の話ちょっと補足しますとね、トリガー条項についての国民民主の提案について、まあ、総理が選択肢の一つとして排除しないと、まあ、そういう答弁をされたことが一つの理由だということも玉木さんはおっしゃっておられました。政策本位で考えるので、そうした意味で、我々の態度を決めたと、こんなお話でありましたので、そうした政策面でこの政府与党側と協調できるところ、ここを率直に自分たちで決めていくと、こういう対応については、それは幅広い合意を作るという点では望ましいことだと、このように我々は受け止めております。よろしいでしょうか。はい、終わります。ありがとうございました。